ローデシア空軍の旗ローデシア空軍は、ローデシアが編成していた空軍である。バンパイア戦闘機ローデシア空軍のアルエットサンローデシア紛争当時、アフリカ人抵抗組織は、航空機を保有していなかった。それに対して、ローデシア空軍は、ホーカーハンター、で、ハビランドバンパイア、イングリッシュエレクトリックキャンベラなどのイギリス製、ジェット戦闘機、 爆撃機を装備していたため、ローデシア紛争中、制空権は常に、ローデシア軍側が確保していた。また、ローデシア空軍は、ローデシア陸軍と共同し、ファイアーフォース攻撃と呼ばれる、空中機動作戦を実施し、大きな戦果を上げていた。ファイアーフォース攻撃には、アルエット3ヘリコプターや DC、DC-3 輸送機が使用された。また、リンクスを、 コイン機として運用し、対地攻撃に当たらせていた。ローデシア空軍は、英領南ローデシア時代には、王立ローデシア空軍だったが、イギリスに対する一方的独立宣言後、1970年に、ローデシア空軍へと解消された。ローデシア空軍は、八つの飛行隊を編成していた。ローデシア空軍の指揮や、階級の体系は、イギリス空軍を元にしていた。 ローデシア空軍の航空基地は、ニューセーラムとソーンヒルの2カ所で、全身飛行場は、ワンキー、カリバ、センテナリー、ファフさん。センテナリー、マウントダーウィン、ムトコ、チパンガ、バッファローオレンジ、グランドリーフ、ルテンガの9つが存在した。ローデシア空軍は、規模の小さな空軍で、1965年には1200人。 のみの一般人からなっていたに過ぎなかった。ローデシア紛争が激化した時には、あらゆる人種からなる2300名を要するようになったが、実際に戦闘に関わるパイロットはわずか150人だった。しかし、この150人のパイロットは、ローデシア空軍の持つすべての航空機を操ることができたため、ローデシア空軍に多大なる柔軟性、汎用性をもたらした。 少数精鋭のパイロットたちは全航空機に精通しておく必要性があり、さらには危険な出撃をする仲間のパイロットと交代しやすくするといった理由もあって様々な部隊を持ち回った。1978年10月前月にローデシアの民間航空機が撃墜された報復として隣国ザンビア国内にあったジンバブエア,アフリカ人民同盟の拠点を 越境攻撃。ジェット機やヘリコプターによる爆撃で、ゲリラ側に400人から500人規模の死傷者を出す、被害を与えた。ローデシア空軍の攻撃力は、本格的な空軍を保有していない、アフリカ人解放組織から大変恐れられていた。そのため、1979年に、白人系のローデシア政府とアフリカ人解放組織が、和平に向けて会談した。 ランカスターハウス会議においては、停戦協定が話し合われた際に、ローデシア空軍が、停戦監視軍によって監視され、アフリカ人抵抗組織の安全が確保されることが、特別に条件として挙げられるほどだった。ポリスリザーブエアウィングは、ブリティッシュサウス、アフリカポリスの航空部隊で、自家用飛行機を所有しているものを、予備警察官として採用し、編成した部隊だった。 プロは、警察所属の部隊だったが、配属されたのは、空軍基地であり、ローデシア空軍の命令に従い、偵察、探索、負傷者の構想などの任務を実施していた。インターナルアフェアーズエアウィングは、ローデシア内務将軍の航空部隊で、数種類の小型セスナ機を装備して、偵察や負傷者の構想、補給などの任務に従事していた。 アフリカ人解放組織が、携帯型地対空ミサイルを装備するまで、インタフエアーウィングのセスナ機は、民間機の塗装で運用されていたが、ローデシア航空のバイカウント機が撃墜されたため、インタフエアーウィングのセスナ機にも軍用機の塗装が、施されるようになった。ローデシア紛争末期には、インタフェアーウィングは、飛行中に、地上のゲリラ部隊から攻撃を受けるだけでなく、 滑走路に仕掛けられた地雷によって少なくとも一機の航空機が破壊されている。このようにゲリラ部隊はローデシア軍の滑走路にまで浸透していた。ローデシアは全面的経済制裁を受けていたためローデシア空軍は新たに航空機を調達することが難しかった。そのため旧式の機体も多く使用されていた。黒人政権成立後、 ジンバブエ空軍は欧米やロシア、中国から多くの新型航空機を導入し、一気に機材の更新を推し進めた。ありがとうございます。